はい、今日は4月22日、木曜です。はい、まあ、昨日21日はほとんどゴミ捨てとか何やかんやあったからあんまり進んでないんだけど、まあ、昨日で3本ちっちゃい切り株は抜きました。で、このラスボスがちょっと厄介で、これコンクリの基礎なんだよね。で、このコンクリの基礎の下にこうやって根っこがあるんよ、これね。で、そこの下入り込んじゃってるから、この根がどこまで伸びてるかがちょっと分かんなくて、これがあの水道の涼水系なんよ。まだ水道通してないんだけど、で、多分水道管がこう通っていると仮定したら、多分水道管まで行ってると思うんだ、この根っこがね。だからこれなんかね、なんかトラクターかなんかで無理やりぶっこ抜くとか、イオンの除草剤コーナーの人に聞いたけど、そういうことしちゃうと水道管ごと引きちぎることになるから、多分じっくりやっていかないとダメだと思う。なので今日は、こやつらですね。こことこれか、ここら辺をちょっと先に片付けられそうなところから片付けてきます。で、ちなみにこれは割愛。はい、思いのほか早くこれ切り株が片付いてしまい、まあ今日でまあちっちゃい盆栽っぽい木を4本かな、30分足らずで抜いちゃったから、はい、こんな感じです。まあレベルはアップしたっぽいよね。でもね、レベルがアップして調子ついてるところにこうボスが来るんよ。そのアップしたはずのレベルじゃどうもこうもならないボスが来るわけですよ。さて、やるか。こいつのせいで駐車場はできないから、ちょっとやろうか。な感じでやって、
車載ジャッキが曲がった取り出せねえな、ジャッキが。地道にやっていくしかねえかな。これダメだったらもう業者呼ぶわ。なんでこのラスボスが手強すぎるかというと、ちょっと今日陰で見づらいんだけど、これここがねコンクリなんよ。このさっきこの間壊したあのブロック塀のコンクリの基礎があって、まあここがこうやってあるんだけど、このコンクリの下に結構ねこのクソぶっといのが入ってるんだ。これね多分抜けねえな。多分これ最悪ね、抜根業者に頼んだ方がいいかもしれないね。業者のパワーで抜根ってやってもらわないとダメかもな。そう、そういうことで出方変えます。まあ、地道にやっていくしかねえかな。これダメだったらもう業者呼ぶわ。
なんでこのラスボスが手ごわすぎるかというと、まあ、ちょっと今日陰で見づらいんだけど、これここがねコンクリなんよ。このさっきこの間壊したあのブロック塀のコンクリの基礎があって、まあここがこうやってあるんだけど、このコンクリの下に結構ねこのクソぶっといのが入ってるんだ。これね多分抜けねえな。多分これ最悪ね、バッコン業者に頼んだ方がいいかもしれないね。業者のパワーでバッコーンってやってもらわないとダメかもな。え、そう、そういうことで出方変えます。はい、なぜサンポールかと言いますと、はい、こやつ、こやつはプラント42です。バイオハザードに出てくるプラント42です、やつは。で、何が効くかというと、火炎弾と硫酸弾が効くというわけで、まあ、酸をぶっかけてみようという次第でございます。まあ、さすがに酸だったら植物にとって毒だから、まあ効くっちゃ効くんじゃねえのっていう感じです。で、まあ一応サンポールだけぶっかけて、今日はこっち行きます。なのでちょっとあのラスボスをちょっと弱まらせないとちょっと無理臭いので、ちょっとやつをサンポールで弱まらせます。このプラント42をちょっと弱らせる必要があるんで、これで様子見ます。はい、今まで切った切り株たちを移動しました。まあ、これが俺の激闘ですね。切り株と激闘の歴史です。まあ、あとはあれ、柿の木のぶっといやつ、燃やせなかったやつがあるから、これどうしようかなって感じ。まあ、ここもちょっとギャグでね、あの椎茸の菌でも打ってみようかと思ったけど、まあいいや、サンポール全部ぶっかけて朽ち刺すわ。プラント42たちを枯れさすために。はい。じゃあ、今日はここから掘っていきます。